やめたいのにやめられないというテーマです、はい、ラジオネームトゥーパンプスさんからいただいています、はい、生のサバですねと。ほう、なんで何度も当たってしまい死ぬほど苦しんだことがありますがやめられないんですね、はいはいはい、いやー焼いたサバももちろん美味しくて大好きなのですが、うん、生のサバは別格に大好きです、うん、しめサバはスーパーなどで売っているものは酸っぱすぎてあまり好きではありません、うんうんうん、駒形町に刺身のお持ち帰りができる専門店があって、うん、このお店には運が良ければ最高の関サバの刺身が売っています、うんうん、このお店なら安心して生のサバが食べられます、うん、今日は仕事が早く終われば駒形町へ行って美味しい刺身を買いたいですと、うんうんうん、なんてお店なんだろう、いや知らない、でも前橋の方だったらもう知ってるんじゃないですか、あそこかみたいな感じかね、うんいや、しめサバっていうかサバですって。サバね、僕はサバ缶はすごいもうほぼ毎日食べてるんですけど、うんうんうん、生だとねちょっとあんまりこう青魚得意じゃないんで、あそうなんですか、あれですけどね、とそれでさ当たってたら余計に食べたくなくならない？ああまあね。でもやめやり。だけど食いたいんだ。すごいね。そう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 、なんか一回当たっちゃうとさもうちょっとあれかなみたいな、一回気持ち悪くなっちゃうとダメじゃない？うんうんうん、それにチャレンジできるってすごいね。しかも何回も当たってるっていうのさ。そういうことですね。うん、でもそれほど美味しい。そんなそもそもやめなはれ。それほど美味しいんでしょうね。そうか。今調べて出てきたんですけど、うん、多分これかなトゥーパンプさん。うおだなっていうお店かな。なんか駒形駅のところのすぐそばみたいなところで、うんうん、お魚に店って書いてウオだな、うんうん、ね、いや合ってるかちょっとわからないんですけど、はい、まあこんなかこんなって思うけどね、うん、私も大好きなんですもん、サバ。サバ好きなの？うん、しめサバとか本当好きで、しめちゃった方ね、しめちゃった方ね、しめちゃった方のサバ大好きです。そうなんだ、酸っぱさといい、酸っぱいものが好きなのかな。あ